動画をご覧の皆様、こんにちは。桜美林大学航空マネジメント学部で航空管制コースを担当しております川田進です。桜美林大学多摩キャンパスの航空マネジメント学部には航空管制コース、フライトオペレーションコース、整備管理コース、そして空港マネジメントコースの4つのコースがあります。ここでは皆さんに航空管制コースについてご紹介させていただきます。航空管制コースはこの絵の左上の方、赤い吹き出しに代表される管制塔に勤務する航空管制官を目指すコースです。この絵を見てお気づきのように、航空機の運航を行うためには多くの人々の協力が必要になります。この絵の下にあるように多くの航空関連職種があります。航空管制業務にも管制塔での業務を行う飛行場管制業務のほかに、肉眼では見えない空港周辺約 100km 程度をレーダーで航空機の監視誘導するターミナルレーダー業務、そしてあまり知られていない業務ですが、航空管制官の約半数が携わっている航空交通管制部という官所があります。巡航中の航空機に対して大型レーダーや衛星情報を駆使して、出発空港から到着空港の間の航空路で行われる航空路管制業務などがあります。航空の安全を守り、パイロットに安心感を与える仕事、それが航空管制官です。それでは管制コースではどのようなことを行うか、具体的な説明をしましょう。航空管制官の業務では無線でのやり取りの積み重ねが航空の安全を築いていきます。顔の見えないパイロットに安心感を与えることによって信頼を得る。そのために航空管制に関わる管制方式、航空管制施設、航空機の性能など、広く航空一般に関する基礎知識や航空の国際標準を学びます。管制官が無線を通じてパイロットに与える言葉には大きな責任が伴います。管制官に必要とされる要素として、どんな時でも落ち着いて判断を下すための冷静さと責任感、この冷静さと責任感を持って適切な判断を下せるような人材の育成を行います。また航空管制官はチームで業務を遂行します。ここで必要になるのが協調性です。航空機の運航にはパイロットや航空管制官だけでなく、たくさんの運航関係者が連携して航空の運航を実現します。常日頃から自発的に行動しつつ、チームメンバーとして調和を保ち、自身を表現できる人材を育成します。また学び取る力とは、航空管制官は人事異動のたびに訓練と試験を受け、新たな資格を取得しなければなりません。航空の変革は目まぐるしく、常に最新の情報に基づいて業務を行うための自己研鑽を行える人材を育成します。航空マネジメント学軍カリキュラムの特徴の一つである海外研修があります。航空管制コースの海外研修はアメリカ・ワシントン州シアトルにあるグリーンリバーカレッジにおいて、大学の航空管制用シミュレーターや付設の大学において航空管制に関する授業を受けることで、知識と経験を融合させた実践としての航空管制を体験します。4、航空管制やその他管制関連業務で活躍できる人材を育成する。航空管制官を志望する学生は4年次春に航空管制官採用試験を受験して航空保安大学校を目指します。それだけにとどまらず、航空管制の知識を使用したさまざまな職種を見据えています。各学年の学習内容について具体的な履修の科目を見ていきましょう。まず1年次では、基礎知識と英語力に力点が置かれています。
航空管制の基礎知識として航空管制概論、ICAO概論、航空施設などの科目を履修します。また実践的な英語にも注力しており、能力別クラスで実践的な英語スキルを取得できるよう配慮されています。2年次では学群共通科目に加え専門科目にも取り組みます。具体的には航空管制の仕組み、電子工法、ICAO小論などです。ポイントは何といっても海外研修です。シアトルの中でも街の佇まい、環境の優れた地区にあるグリーンリバーカレッジでの海外研修です。航空英語を使いつつ生の航空管制の研修を行います。研修には取りまとめ、プレゼンテーションがすることが入っており、実践的な海外研修を期待できます。3年次以降では専門科目、それからゼミが主体となります。専門科目として ATM、CNS 計画、出発進入経路設定基準、最低気象条件設定基準、そして航空管制特論などが主なものになります。ゼミの研究発表では3年次、4年次と特定のテーマについて自ら研究討論発表します。航空管制コースではゼミを指導する教員は2名を予定しております。ゼミでは3年次に対して4年生の先輩が助言する体制にもなっています。また本学群のゼミの特徴として他のコースの先生のゼミを選択することも可能です。コース課程終了後の想定される進路先です。航空管制コースでは国土交通省管轄の航空保安大学を目指します。その他の学生に対しては航空路設計業務など直接間接に航空業界に関連する企業への就職を目指し、幅広く業界の発展に寄与していきたいと考えているところです。皆さんのご入学をお待ちしております。